はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はスライム軍団動画撮ろうと思います。ということでね、やっていこうと思うんですが、今ね、新しいイベントが来ていまして、こちらですね、感謝の宴というやつが来ていて、これね、昔ね、セレナをゲットできた酒場のイベントと形式としては同じ、ビンゴのゲームですね。で、これはね、まあ、3列ビンゴすると、盤面リセットされちゃうよという形になってるんですが、100回抽選をすると豪華な報酬獲得できますとなっていて、100回目にね、この新しい SS レアの、白縫さんのピースが1枚手に入るという風に書いてあるんですよね。でね、これね、ちょっと俺ね、まだ SS のキャラ、今までのやつね、2体とも持ってない状態なんで、この辺でね、1体ぐらい SS キャラ欲しいかなと、思いまして、まあ、ミナとかね、予言者、ゲットできてないので、まあ、一体ぐらいね、このタイミングでゲットするのもありかなと。でね、ちょっとね、ここに出てきてる、ラプラスっていうやつが、パスイベントで獲得できるとなってるので、まあ、次はね、ちょっと、まあ、一巡して、エイミーの復刻なのかと思ってたら、おそらくね、ここに入ってきてるからラプラスかなということで、次ね、エイミー来ないんだったら、まあ、天使属性、素材がね、被らないから知らない狙ってみてもいいかなという気になったので、まあ、ちょっとね、今回のイベントやってみようかなと思うんですが、ただね、100回抽選しなきゃいけないとなると、まあもちろんね、配布される、抽選券もあるんですが、1回あたりね、50、ダイヤ必要だよということで、まあ1ピース手に入れるのに、5000ダイヤ必要となると、今持ってるダイヤだと足りないんだよね。だからね、まあちょっとどうしようかなと思う部分もあるんだけど、とりあえずね、現状を少し、狙ってみようかなという気もするんだけど、どうしようかな。でもね、2700しかないから半分ぐらいまでしかいけない気がするんだよね。おそらく。だから、そうだな。どうしようかな。ちょっとね、迷ってるところもあるんだけど。あとね、これね、ちょっと SS、俺一体も持ってないって話をしたんだけど、1ピースで召喚できるのかどうかっていうのが気になってて、他のね、S レアと同じく3ピース必要だとしたら200までいかなきゃいけなくて、それだとね、とてもじゃないけど、全然足りないわけなんだけど、まあでも100回の抽選に参加すると豪華な報酬を獲得できますってなってるから、おそらく、ゲットするのは難しいけど、1ピースで召喚できるってことなんじゃないかなと思ってまして、まあその辺の確認も含めてね、ちょっとこのイベントを、100回抽選まで行ってみたいかなと、思ってますという感じかな。で、まあ現状だとね、ダイヤ足りないんだけど、まあそれに関しては聞かないになんとかしようかなというのと、まあ1日に回せる回数がね、限られてるみたいなので、まあつってもあれか、300引けるから関係ねえのか、これ100だけ目指す分には。まあちょっとね、何回か、今回ね、回してみようかなと、そういう話ですね。で、この辺で手に入るやつの中では、肉とかね、他のキャラのピースとかっていうのはあるんだけど、抽選に必要なこのね、もみじの、カエデか、ゴールドカエデの箱インっていうのは、ないみたいなんだよね。以前のね、セレナさんの酒場のイベントだと、この辺のね、縦の列とかでも揃えるとね、抽選用のビールがもらえたりしてたはずなんだけど、そこに関してはね、なくなってんだなぁ、という感じですね。うん。ということで、まぁ、ちょっとね、このイベントを、やってみようかなと、そういうことですね。まあでも100まで引かなきゃいけないとなると、本当にね、ダイヤ自体は足りないけど、おそらくね、これ毎日1個はもらえる、毎日1個はゴールド、カエデコインもらえるので、あと9回分は、配布でもらえるのと、おそらくね、この辺のイベントについても、あ、そうそうそう、ゴールドで確認したんだけど、最後まで達成すると1枚はもらえるな、ということが分かってるので、まあ、1、2、3、4、5、6、まあ、6枚プラス、9日間、初日の分はもらっちゃったから、あと15枚かな ?15 枚はおそらく配布されると思うので、だから、残り、まあ、1回は回しちゃってるから、16として84か。84回は自力で引かなきゃなとなった時に、4200ダイヤなんだよね。4200ダイヤってなって、今2700しかないから、
あと2500台やか、どうにかならないかな、ということで、ちょっと、いろいろ考えてはいるんだけど、まあ、引き始めちゃったらちょっと取り返しつかないからね。で、ゴールドパスは今更、やるのはね、ちょっと、もったいないので、今まで入ってなかったのにっていうね。まあだから、パス、またやるとしたら、それはでも来月からかなと思っていて、まあイカちゃんはスルーする気満々なんだけど、そうだね。まあだから、どこかしらで少し、ダイヤ、ゲットできる手段をね、探そうかなとか、そんな感じですね。まあただ、思ったよりね、結構するので、まああとあれか、イベントのこの辺とかでね、ああでもこれはあれか、ゴールドカイデコインゲットできるものはないのか。なるほどなるほど。ここかな、ダイヤがちょっとでももらえそうなのは。この辺でもただあれか、カイデの数でもらえるから、100しか目指さないんだとしたら、これをやることはできないか。これそういう意味だよね、多分。だからね、まあどうだろうね、ちょっと、結構厳しそうな気もするんだけど、まああとね、1ピースだけだったら意味なかった場合かなりの、大ダメージを負うんだけど、ちょっとね、SSR の、SS レアのね、仕様について、あんまりね、情報がないので、1ピースでキャラ出せんのかな、これ、わかんないけど、でもそこの確認もしたいっていうことでね、ちょっと、少し引いてみようかなという話ですね。まあこの動画内ではちょっとゲットできないんだけど、まあ、一週間あるから、一週間っていうか、9日あるから、まあ、期間内にね、ちょっと、狙っていってみたいかなということで、ね、少しね、回していってみましょうか。OK。まずは10枚ゲット。そして、まあ、スキップにして、ちゃっちゃと選んでいきましょう。3列揃ったら、とりあえずね、盤面の報酬はリセットなので、まずはね、ここに、ね、どれぐらい報酬がいいものがあるかっていうのも確認を込めてね、やっていきたい。そしてね、この素材がね、5個手に入るのは結構大当たりだと思ってる、俺。結構ね、なんだろう、通常ダンジョンのスキップとかも、この強化素材が欲しくて、回すときが結構あるので、まあ、それが出てくれるんだったら、かなり、あっという間の10回、もう一回行ってみよう。嬉しいかなという感じですね。ただね、全然列が揃わない。リーチにはなってる。お、1個揃った。まずは1列。さらに、もう2列、揃いそうで揃わないね。お、揃いました。OK。2列目揃う。もう1列揃ったら、まずはリセットなわけだよね。はい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 。OK、OK。それで、ここまででね、17回引いてますよという風になってるから、まあ、やっぱりね、何回揃えたとかは、直接は関係なく、こっちのね、報酬で知らないをゲットする方法は、ただひたすらに、100回抽選することということで、まあ結構ダイヤかかるね、という感じですわ。どうすかな、今回どの辺まで追うかなんだけど、一旦、もう一回ぐらい行ってみるか。ちょっと待って、閉じちゃった。もう一回ぐらい行ってみる？まあ、一応ね、これ、赤い鍵が手に入るのがね、赤い鍵1000のガチャだから、2回引いて、1000のガチャまではちょっと届いてないのか。結局、これで次1500、2回やったから、3回目だから、これで1500使うわけなんだけど、1500使っても、赤い鍵を回収した時点で、1000はね、元取れたということになるから、そういう意味ではね、仮に知らぬい、まあ、届かなかったとしても、そこまで大きなダメージにはなってないかな、みたいなところもありますね。これがね、手に入るのが結構でかいから、それだけでも割と、よしかなと思い始めてる部分もあるんでね。ただ、あっという間に10回終わるね。これ100回やれって、えぐいな。なるほど、なるほど。で、50まで行くとランダム宝箱なんかも、手に入りますよ、ということですね。そうか、そうか。
ちなみにお肉はこれだけやって280しか手に入ってないから、この辺の交換もね、かなり厳しいものがあるのかな。まあ、肉の列が揃えばまた別なんだろうけどね。あ、でもちょっと待って、これが、あれか、列揃った時の報酬に中級境界士まで加わってるっていうのは、まあ、だんだん周りの報酬は豪華になってくのかもしんないね。なるほどなぁ。まあ、もうちょっと行ってみるか、これ。どっちにしろ今回は100まではね、なんとか行きたいかなと思ってる部分はあるので、はい、これで、3列揃いましたね。これこのまま更新したら、3つ勝手に受け取ってくれるのかな、さっきの感じだと。あー、そうですね。オッケーオッケー。で、あと5回、やっていきましょう。はい、そうね。まあ、ここまでで、2000ダイヤを消費したわけですが、まあ、赤鍵1個取れて1000は返ってきたと思えば、まあ、あと1000の分ね、境界士、増えた分で結構元取れてるような気もするので、まあ、このイベントはね、突っ込んで悪くもなさそうかな。仮に届かないにしても、ここまではなんか、割とプラスな気がしてますという感じですね。あー、どうしようかな。まあ、もう一回行っちゃうか。オッケー。ちょっと、今日はね、知らぬにゲットまではいけないんだけど、ちょっと行けるとこまで行ってみましょう。一列揃う。あ、300肉ゲット。なるほどね。これが交換素材ですね。そして、ここまでで、まあ一応ね、10個ずつ交換できるやつとしては、ダイヤがね、一旦今回はここまでにしましょうか。まあ、あと49、やらないといけないということで、まあ、ちょっとね、先は長いですが、まあ、なんとかね、していこうかなと、思います。まあ、とりあえずね、一体本当に、そろそろ SS のキャラ、ゲットしたいかなっていうことで、ね、ハロウィンとかスルーしちゃったからね、みんなのやつも、ちょっと、スゴロクのね、仕様が、あんまりよくわかんなかったんでスルーしてたりとかで、まあ、3体目にしてね、やっと、手を出す気になったという感じですね。まあ、まだ半分までしか行ってませんが、まあ、期間内にちょっと狙っていってみたいかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー、ほい。